様々な波動の人たちと共存しているありがたい貴重な次元であるならば率直に言えばできれば自らが成長できる人と出会いたいと思いましたそこで質問です自分よりも明らかに波動が荒い重いと感じられる人からも果たして学ぶことがあるのでしょうか違う発想考えがぶつかり合うことによって で生み出される学びや想像は私の場合今の自分と同じ以上の波動の人から多いような気がしますそうでなく相手がどんな人であってもネガティブな感情が湧いたとしてもそこから必ず何か学ぶことがあるはずだという視点で捉えていった方が良いでしょうかできれば関わりたくないなと思ってしまう自分がいます自分よりも波動が荒いと言った時点で分離意識が働いていますね 関わりたくないというのはネガティブな発想に基づいていて良い波動とは言えないので調和の取れた波動となれる視点を探した方が良いとは思います以前ならこんな風に思ってしまうなんていけないなと少し落ち込んだりしましたが自分も相手も責めない自分に変わっています自分自身がそこから学ぶことはないと感じるならそれはそれで良いのでしょうかと、えー、いうご質問いただきましたありがとうございますはいまずですねこの大前提として私がこのシンプルサト講座をつ を通して皆様にお伝えしていることの中に、こうすべきでないということは一切ないということですね。そこはぜひ大前提にしてみてください。私は情報というものを、まあ一つ例えるならばテーブルの真ん中において、あとはそれをあなたがどのように受け止め、そしてどう料理し、どう生かすのかというのはもう全てこれはね、人の数分あるんだということですね。ですから、こうすべき、ああすべきというものはなくて、それをいろいろ試した見た結果ですね、あ、自分としてはこういうふうにしたらいいよかったんだなということに気づく。まあそのようにね、ぜひ捉えてみてたださい。 なければと思います、まあこれはねご質問の中にこうすればよいのかこう,こうであったらどダメなのかとかっていう要素をね少し感じましたので必ずしもそうじゃないよと例えば A さんだったらそうした方がいい場合もあるけど B さんは全く真逆だったりする場合もあるつまりこれは人の数分あるんだということですね前提とした上でご質問に回答させていただきたいと思います結論から言うと私はこの事象は 私が講義の中でお伝えしている起きていることが正しいということを起点として物事を捉えていただくといいかなと思います。つまり、こういう人から学びたいけど、こういう人から学びたくないなというのは、あくまでも私たちの限られた視点からの一つのジャッジ、判断、価値判断なんですね。しかし、私は起きていることが正しいというのはどういうことかというと、事実としてそういう誰かと出会ったということがもう一つの答え。 そしてその方との関わりを通して何かを学ぶということです。もちろん自由意志を働かせてもいいわけです。そうしちゃいけないなんてないわけですね。こういう人とはできたら関わりたくないから、私はこういう人からもっと学びたい。自分にとってもっと波動の良いと思われる人から学ぶことが多いと思っているので、そういう人へ選択したいというのは、これはもう全くの自由なわけです。しかし、 じゃあ、そういうふうに自分がぶつかり合ったり考えが違う人ではなくて、どちらかというと、もっとこの自分よりも高いと思われる波動の人たちと関わりたいという自由意志を選択して、これは大いに OK なんですけれども、そういう選択をしたけれども、結果としてその人が違う側面を見せてくれたりすることもあるわけです。あれなんか考えが違うぞとか、何か荒いものを今日は感じるぞとかね。つまり、そうやって起きたことが正しいということです。 私たちにとってですね、波動が高いとか低いとかっていうのは、これは私たちの何かの尺度、物差しに基づいた一つのジャッジメントであって、あまりそういうことに意識を向けないことは私はお勧めしています。そうではなくて、起きていることが今の自分にとって一番正しい、そのことを通して正しく学ぶということです。 自分よりも明らかに波動が荒い思いと感じる人から果たして学ぶことがあるのかということは、これは十分学べますし、そもそもそれが、あの、相手が波動が重いとか荒いとい,ということではなくて、事実その人と関わってたらそれが、 一つの答えだということです。そしてもう一つここで、ぜひですね、あの、押さえておいていただきたいポイントは、どうしてもその相手の波動が重いとか荒いってなってしまいますけれども、そうではなくて、実は私たちもそれぞれの存在も全部ゼロから無限大までの様々な波動を同時に折り重なっているわけですね。で、 その方のその無限の波動のどこを見てるかというのは、を決めてるのは私たち側からだということです。つまり私たちがその人のどこを見るかという、どこの見る波動を放今一番強くフォーカスが合っているのか、焦点が合っているのかということがポイントになるわけです。ですから、わかりやすい例を言うと、普遍式という波動にを起点として世界を見れば、世界は普遍式しか本来はないわけです。 しかし私たちの中にはもちろんこれはいいとか悪いとかではなくていろんな課題があって今焦点が合ってる波動を世界に人に出来事に投影するわけですね。ですから、えー、その人の 中の荒い部分や重い部分の波動を自分の今そういう、そこにフォーカスがあっている波動で参照してみているということです。これは何度も言いますけど、それが悪いということではありません。だから、そのような人と出会って手伝ってもらって、つまり鏡になってもらって、そして自分の中の今焦点の合っている波動や、またそこに何か解決するものがあるとしたら、それを解消していく。 そのことを通して学ぶことによって消えていく、取れていく。まさに画が,が取れるということですね。ですから、まさに私たちから見た外側の一言、ものは全て鏡であって、その鏡から画を取ると神が映るということですね。だからみんな私たちの中のいろんな課題を映してくれる協力者に過ぎないということで、波動が重い人とか波動が高い人がいるということでは ないわけですもちろんその人の意識の今の成長度合いによってえ、よりこう、心地よい波動を表現する人とかはね、もちろんいますし、そうでない、非常に荒い、あの、表現をする人たちもいます。でもそれは、あの、本質的に波動が荒い人とかそういうことではなくて、その人の成長のプロセスであるということがまず一つ。それから、事実としてもしその人と出会ったとしたら、その出会ったということが正しい。そしてそのことを通して何を学ぶかということが、私たちが成長する上では正しい向き合い方だというふうにう、それは私は、あの、思います。 思っておりますのでこういう人たちから学びたいけど、こういう人たちが学びたくないっていうのは、自由意志を行使しても全然 OK なんですよ。ただし、こういう人たちから学びたいと思っても、もし自分の中に課題があったら、そういう人たちの中にまた自分の課題を移してくれる人が現れたりする場合もあります。逆に、できたら自分を いろんな人と共存できるのであるならば、自分を磨くために、あえて能動的に合わない人たちのところに飛び込んでいこうという自由視も働かすのはいいんですけど、私は別にそんなことをする必要はないと思います。できたら自分が行きたい方向を自分で選んでいただく。 しかし、結果として自分が学ぶべきことはどんなところに行っても、そこにそれを協力する相手が現れてくるということですね。ですから、そういう人たちを通して、まあ、ある意味ではその時は感情的には嫌な気持ちになるかもしれないし、できたら嫌だな、関わりたくないなって気持ちは、これは普通に誰でも思うと思います。しかし、同時にこのような理解をしておくと、あ、これが、 今私にとって必要な学びをこの人を通して教えてくれてるんだなというふうに、ちょっとね、冷静な視点を持っていただいて、そして学ぶと、より自分自身の意識的な成長というのはスムーズに進むということは言えると思いますので、そのあたりをね、ぜひ参考にしていただきたいと思います。 で、それからね、ま、いろいろこういうことを考えてしまうことは悪いことではない。えー、まあ、以前と比較するとね、非常にそういうことが普通に表現できるようになったということはとてもいいことだと思いますよね。大事なのは、本来はそういうことを思ってしまう自分がいるけど、こういう心理の学びをしてるから、こんな自分がいてはいけないんだって抑圧したりとか見て見ぬふるす,することが、自分自身が成長していく上では、えー、むしろ遠回りになってしまったりするんですよね。しかしこうやって思ったことをそのまま表現していくことによって、格段なる学びが、 えられるということは言えますのでね、とても今思ったことを素直にこう表現していただいたことはとても素晴らしいことだと思います。まあ、ぜひね、今の私がお話したことを参考にしていただいて、ご自身なりにご自身に置き換えて実践して、今回のこの質問の答えをね、ぜひ自らの中から見出していただけるといいと思います。ありがとうございました。